50年働こうと、まあできればその会社にね68まで置いてもらえないかなと。18歳から働いてますからね。そうなんですよ、はいはい、ということは3年前3年前です、はいはいはい、ちょうど3年はい、辞めました。はい、それでね、あのそんなを持ってきたもんですから、60になったくらいに自分にご褒美として自分へのご褒美、はい、としてね、ちょうどその頃そのある月刊誌を読んでて、はいはい、あのセミナーが、はい、あるあって、はい、それであのどうせ行くなら、東京のね、やっぱり有名な先生にの講義を聞きたいな、皆さんあのやっぱりリタイアされた方とか、よく海外旅行とか、あの、まあ、旅行とか行ってらっしゃるでしょ、まあ、私目が不自由だから、その代わりに海外旅行に行く代わりに、いろんな遊びをする代わりに、そのお金をご自分へのご褒美で、はい、あの東京行きに使ってセミナーを、はいはい、で素晴らしい考え方、ホテルであの、はい、もう気分転換して、来たことでまた何かお辛いようなことはありますか？あ、そうですね、あの眼科の先生からは、まあ今でこの程度なら、まあ生きてる間はなんとか一人で生活できるでしょうって言われてる目なんですけど、いつやっぱり失明するのかなっていうちょっと恐怖感はあるんですよ。ただもういつも私ちょっと楽天的なところがあるので、まあ他のこともそうなんですね、目の前に起きたことを精一杯自分の努力できる範囲で、仕事ねでも何でもそうなんですけど、それでなんか生き抜いていくっていうかな。お好きな言葉は一生懸命ですね。もう本当やっぱりね、その時を一生懸命、あれは一つのところで懸命っていうもともとの言葉ですから、まさに初子さんの生き方、その姿勢が私はすごいなと思って、いつももう本当に尊敬申し上げてるんですけれども、そしてね、いつもあのキラキラとそのことがもう好きで楽しんでらしてるっていう姿が本当に皆さんのね、あの目標というか刺激になってますよ。田島さん来るのって皆さん喜んでらっしゃいますからね。いや私じゃなくて周りがいいんですよ。その感謝の気持ちが素晴らしいですよね、うん、だって、今日もそうですけど、東京にあの着くまでね、どれだけの人に支えられてるかって思いましたね。まずはタクシーに乗ってやっぱり目が不自由で分かってらっしゃるので、飛行機にもうあの座席もちゃんと、あの忘れ物ないですよとか、でリムジンバスに乗る時もちゃんとあの切符を売っておられる、あの、まあ、おばさまがいらっしゃるんですけど、でその方がねちゃんとバスに乗せていただいて、であのドライバーの方がね、やっぱりお礼を言ってらっしゃいましたね、そのおばさんに、ありがとうございますっていう、もうなんか本当にあっちこっちでありがとうございますっていう声が聞けるのがね、田島初子さんの周りにはありがとうが飛び交ってる。そうなんです、いつもそうですよね。もう私もそうですよ、で CA のね、シチュアデスの方もやっぱりこう普段知恵を持ってるもんですから、すぐやっぱり気がけてくださって、ありがたいことですね。本当に随分の皆さんに助けられて東京まで来てるんだなっていうのが、その姿勢がその学ぼうとする姿勢、そして自分へのご褒美だとおっしゃるその感謝の気持ちとか、いろいろなことが周りの人を動かしてます。これからもですね、ぜひ
頑張って、はい、私たちに夢と希望を与える存在であってください。こちらこそどうも。今日はお忙しい中、長崎からお越しいただきました田島敦子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。